南部都市久は、江戸時代後期の大名。道の区国森岡藩の、第十五代藩主。かには、十四人した、身の守る、自重。第十三代藩主、南部リズの三男として、森岡にて誕生。七の平藩主、南部のブの養子師となるが、病により、本家へ戻る。嘉永二年九月二十六日、実刑である仙台、李用氏の隠居より家督を相続した。 李義の隠居は、父、リズミとの対立のためであった。同年10月15日、12代将軍、徳川家義に、おまみする。同年12月16日、14にした、ノマ守に除任する。嘉永4年12月16日、自重に任官する。文久元年12月16日、左少将に任官する。源氏元年4月18日、中将に任官する。 年久の家督相続に対しては、反対が根強く、加永6年の第二次三平一期では、利義氏の復帰及び帰国が、一期側の要求の一つであった。この要求は退けられ、その後も藩主は年久のままであった。安政元年2月23日、幕府は李住に対し、江戸下屋敷での撤去を命じる。また利義氏に対し、反政への介入を禁止している。 父が、幕府の命により、江戸で湿気を命じられて、以降に申請を開始したが、反省再建に関して、過労で、母方の重廷の奈良山佐渡と、同じく過労で極端な改革を進める、東清図が対立するなど、反省は迷走する。安政2年の安政王自身に遭遇して負傷する。慶応4年、夏に休場動行を率いる、新政府軍の進駐を受けて、 これに対し強応するが、布告には強順しなかった。同年8月、奈良山佐渡が京都から帰国し、また、秋田藩が新政府側へ強順すると、これを攻撃するために、奥越列藩同盟の名約に従って出兵した。同年9月、新政府軍に降伏を申し入れ、同年10月9日に降伏を認められた。同年12月7日に新政府からと、 領地没収を命じられたが、長男のリーアス氏は、道の区国白石十三万国に、原天法となった。また、奈良山サドラ三人が切腹となった。カ英七年及び、慶応二年の武漢で見られる、主要家臣は以下の通り、カ英七年、慶応二年、南部金圧氏に関するカテゴリー、ありがとうございます。